引き続いて質問を行います。瀬松宏君。 えー、皆さんこんにちは自由民主党広島県会議員連盟の迫党でございます今次定例会におきまして一般質問の機会を与えてくださいました宇田議長をはじめ松岡副議長先輩同僚議員の皆さんに心より感謝を申し上げます湯田知事はあと2ヶ月で2期目を終えられようとしております 3期目に向けての決意は、6月議会でお聞かせいただきました。先を読むその実行力、行動力、多くの成果を生み出してこられました。本日もがん対策、農林水産業の振興など、これまで私が取り上げてきました課題を中心に質問をさせていただきます。知事をははじめ執行部の皆様には分かりやすい 答弁をお願いいたしまして第一の質問に入ります持続可能な平和支援メカニズムの構築に向けての取り組みについて北朝鮮が広島県など上空を飛行するミサイルの発射を予告するなど世界の平和と安定が脅かされている状況が続いています今年7月にはアメリカニューヨークの国連本部において核兵器の開発や保有など 初めて法的に禁止する核兵器禁止条約は採択されました。この条約では、全文で被爆者の容認し難い苦しみと被害に留意すると明記したということに評価があった一方で、アメリカやロシアをはじめとする核保有国や日本政府も交渉に参加はいたしませんでした。8月には4年発という戦後 歴代2位の在任日数を務められた岸田外務大臣が退任されました広島出身の外務大臣としてこれまで湯崎知事と両輪となって現職のアメリカ大統領の初めての被爆地広島訪問を実現されるなど軍縮核不拡散に大きな成果を上げてこられました核兵器禁止条約の署名式は 9月20日にニューヨークの国連本部で行われ、知事は核兵器禁止条約の採決にあたり、日本政府への要望として、核兵器のない平和な世界の実現に向けて、唯一の被爆国としてリーダーシップを発揮していただきたいとコメントされました。また、本件の取り組みとして、核兵器国と非核兵器国はともに協力し、建設的な議論や、 交渉を進めて核兵器のない世界の実現に向けて取り組む必要があると知事は言われており、この点について国連の軍縮研究所や、ストックホルム国際平和研究所と連携して取り組むこととされております。ストックホルム国際平和研究所へは、今年5月に県議団も知事とともに訪問し、本県との連携協定も締結されたところです。 平成23年10月に策定した国際平和拠点広島構想において、平和に関する人材、知識、情報、資金などを集積し、継続的な平和活動を可能とする仕組み作りを目指しております。なお、資金面で見ますと、ストックホルム国際平和研究所は、その活動の独立性、客観性、中止性を脅かすような、 外部からの資金援助を拒否し、予算の半分はスウェーデン政府からの援助となっており、本県が構築を目指すオール広島の体制整備に際しましても、総の財政負担が県に生じることが想定されております。そこで今後の検討にあたっては、関係機関との間で適切な役割を担うことが重要であると考えますが。 持続可能な平和支援メカジムの構築に向けた取り組み状況について知事にお伺いします。質問の段には農林水産業の振興についてお聞きします。1点目は広島の森づくり事業について、今年7月の9月、九州北部豪雨災害では、福岡県、大分の県の一部で観測史上最大の大雨を記録し、林野関係の被害として山崩れ、 1077か所、林道施設1540か所、甚大な被害が持たされました。この度の被害は、樹木の根の保水効果が及ばないような大雨が降ったために、森林土壌の水が飽和状,況状態となり、森林だけで崩壊を防ぐことができなかったために発生したようでございます。こうしたた異常な豪雨にによるる災害を防止するためには 干ばつ等による森林の機能の維持向上など対策をとっていくことが必要です本県では平成19年度に広島の森づくり県民税を創設し今年の2月定例会において平成29年度以降5年間の継続が決定し本年度は9億円の予算規模で事業を進めていますが新規メニューとして 新たな森の守りとのりり育成がありますこれは小規模林業経営者や地域住民など森林を活用しながら整備を行うものを新たな森の守りとして育成し森林の活用と整備を進め手入れ不足となっている森林の解消を目指すものですが市町ごとに実情も異なることから ああるる程度柔軟に対応していくとも必要であると考えますそこで県民の誰もが心身ともに豊かな暮らしが享受できる森林環境の実現に向け、新たな森の守り手をどのように育成いこうとしているのか、お伺いをいたします。 2点目は、女性農業者の育成に向けた取り組みについてお尋ねします。国が平成27年3月に、食料、農業、農村基本計画において、農業就業者の4割を占める女性農業者が一層活躍できる環境整備を進めることが必要であるとされております。また、女性が参画している農業形態ほど、販売金額を大きく、経営の高角に取り組む 傾向が強いなど、地域農業の振興において、女性農業者は重要な役割を担っております。国では、女性農業者の知恵と民間企業のノウハウ、アイデアなどを結びつけ、新たな商品やサービス開発などを行う、農業女子プロジェクトという組織が立ち上げられ、今年3月時点のメンバーは、全国で575人、本県10人という状況であり、 少少々少なないいいではないかという印象を持っております女性にもっと農業に関心を持っていただくために、企業が女性を中心とした女子プロジェクト農業塾、ガールズ農園農場といったものを作ることも考えると思います。本県の担い手育成施策において、女性に特化した取り組みは見られらないように思います。女性農業者が活躍できる環境を整備し、 地域農業の活性化につなげていくこととは重要であると考えますそこで地域農業における次世代のリーダーとなり得る女性農業者の育成についてどう取り組んでいこうとしているのかお伺いをいたします次の質問は作り育てる漁業の推進についてお聞きします平成27年 瀬戸内海を豊かな海、里海を目指す瀬戸内海環境保全特別措置の一部改正する法律が成立し、今後、瀬戸内海を豊かな海、里海とするため、漁業資源の回復の一環として、キジハタなど高級魚、需要魚種と定め、稚魚の保留に取り組んでおります。かつて本県では高級魚として人気のあったクロダイ、 地のを大規模に放流し漁業者の所得向上をもくろみましたが漁獲は増えたもののそれに見合う販路開拓が十分でなく価格が低迷し今やこのクロダイは二足三問の魚になってしまいました栽培漁業が成功するには放流による資源の増大に 加え、漁業者が将来にわたって生活設計を描けるよう、所得の向上を図ることが重要と考えております。そこで、キジアタ、オニオコゼなど、本県の新たな核として育成している漁種について、今後、どうやってブロン高や販売確保などの確立に取り組むのか、知事のご所見をお伺いします。 また、これまで県東部での稚魚の放流が先行しており、県西部での稚魚の放流は非常に少ない状況にありますが、今後、どのように取り組んでいくのか、せお伺いをいをたします質問の第3は県民の安心な暮らしづくりについてお聞きします1点目は自主防災組織についてです。 前回、質問しましたときに、県内には自治会を中心に3000を超える組織があるが、活動自体はあまりしてないという指摘をさせていただきました。3年前の8.20広島ドスケール災害では、自助は当然のことながら、共に助け合う共助、近所付き合いが非常に重要であると、被災された皆様が口にされたとお聞きしました。 近頃では普段の近所付け合いがあまりなく、被災して初めて近所の助け合いが多くの方々にとって大切に感じられたのではないかと思っております。本県の自主防災措置の組織率は、今年4月時点速報値で91.8%と、8.20を広島土石流災害前に比べますと高くなっておりますが、活動はまだまだ。 提唱なところも多いと伺っております今後は組織を活性化し自分たちの地域はみんなで助け合い守る組織にする必要がありますそこで再現強い日本一安全な県土づくりに向けて今後どのような取り組みにより自主防災組織の組織力の強化を図っていくのか知事にお伺いをいたします 次に防災資格の取得に向けた支援の実についてお伺いします地域の防災リーダーの中心となるのは防災士の資格を持った人たちですこれは防災に関する十分な意識と一定の知識・技能を習得したことを専門機関が認証した人で県内には2400人が登録されていますが他県と比べても比率は低く自主防災組織の活性化に向けて まだまだ増やしていく必要があると思います。県は市、町の防災リーダー養成のための補助金制度を設けていますが、補助金基準は1人当たり2万円です。一方、防災士になるには、受講料など6万円もかかります。防災士の要請は専門機関のほか、自治体でも研修を実施できることとなっており、 都道府県では、鳥取県や山口県など21県が、県内では広島市と福山市が実施しているところであります。そこで県民の防止資格の取得に向けた支援を拡充し、地域の防災力の向上につなげることが重要であると考えますが、ご所見をお伺いします。2点目は、 ドローンなどを活用しした公共土木の維持管理についてお聞きします今後、一斉に更新時期を迎える公共インフラに多額の維持管理更新費用が発生することが想定されています。国の推計によりますと、国内のインフラストックは、平成21年度には786兆円の規模でありますが、そのうち道路、下水道など社会資本10分野では、 平成25年度に約3.6兆円の維持管理・更新費用が平成35年度には約5億円に達すると推計されています。人材不足や財政状況の悪化などの立ちはだかる課題を克服し、インフラを適正に維持管理・更新・マネジメントしていくために、 インフラににるる全プロセスにおける効率化が求められています今年3月に政府がまとめた科学技術イノベーション総合戦略2017では、人手不足や建設会社の減少が進む中、老朽化する公共インフラについて、人工知能や小型無線機、ドローンを活用して、道路や橋梁の痛み具合を定期点検することが織り込まれており、 2020年度までの成果目標として、国内の重要インフラ、老朽化インフラの20%を、センサーやロボット、非破壊検査技術などの活用により、点検、診断を実施することとされています。本県においても、4000を超える協力点検をする箇所があります。その中には仮設 足場だけでも数千万円か,かる箇所がございます小型無線機、ドローンなどの活用により省力化、省力化はもちろん、費用の削減につながることが十分期待されています。ちなみに、県内にはレーザーで測量するができるドローンの販売を始めた企業もあることから、今後、 連携も期待できると思いますそこで老朽化する公共インフラの効率的、効果的な維持管理のために、本県でもドローンの活用などを推進する必要があると考えますが、ご所見をお伺いいたします。 3点目は、がん対策日本一に向けた取り組みについてお伺いします。我が国は国民の2人に1人ががんにかかっており、世界でもトップクラスのがん大国です。先日、新聞報道によりますと、国の推計に、年間101万4000人が新たにがんと診断され、 37万千人が命を落としておられます日本のがん死亡者数は戦前から増え続けていますが、欧米では年々減少しており、先進国の中で、がんで亡くなる数が増えているのは日本ぐらいであります。がんで命を落とさないためにも、禁煙、接種。 運動体系の維持など、がんにならないような生活をここがける一次予防、がんになった場合でも早期に発見する二次予防の二段構えが大切であると言われております。しかし、我が国のがん検診受診率は、欧米の半分程度にとどまっており、平成19年に策定された,されたがん対策 推進基本計画で目標とした受診率50%は10年たった今でも達成できていません。国が策定を進めている第3期がん対策推進基本計画においても、がん検診の受診率の向上が重要課題に位置づけられております。本県のがん検診受診率についても、胃、肺など5つの部位などすべてで、 全国平均をっております県は、受診率の向上向け、今後、ソーシャルマーケティングを活用した受診の鑑賞などに取り組むこととしていますが、2年後の平成31年に、受診率が50%を達成するのは非常に困難であると思います。私の地元大竹市では 友人、知人、家族など身近な人に受診を進めるがん検診推進の要請や、大腸、子宮、乳がん、検診の受診券を1枚に綴った案内通知による受診鑑賞などにより、受診率が前年度と比較して、部位によっては約10%もアップするなど、成果を上げております。 こうした取り組みを全県に波及させていくことが重要であると私は考えます。そこで、本県のがん対策の大きな柱である受診率50%の達成に向け、今後2年間でどのような取り組みを行うことにより、がん対策日本一の実現を目指し達成していくのか、知事のご所見をお伺いいたします。次ににの患者支援についいてお伺いします綾瀬大とは 思春期や若年の成人を指し、明確な定義はないようでございますが、15歳から39歳までの年代を指すことが多いと言われております。ちなみに乳がんにより、今年6月に34歳の若さで亡くなられた小林真央さんもこの世代であります。このの世代で発症するがんの課題といたしましまては 小児と成人領域という2つの狭間に置かれ、診療体制が定まっておらず、患者が適切な治療が受けられない恐れがあるという点が挙げられます。年代によって、就学、就労、妊娠等の状況が異なり、個々の状況に応じて、多種多様なニーズが存在することから、成人のがんとは異なる対策が求められております。 例えば、高校生ががんで長期入院した場合、留年を避けるためには学習支援が必要ですが、報道によれば、国の調査ではこうしたケースで、7割の高校が実施してないようであります。小中学校につきましては、病院内の特別支援学級など、都道府県に1か所以上あるのに対しまして、高校生への支援が制度化されているのは、 神奈川県や大阪府など一部の自治体にままっています昨年、一部改正されたがん対策基本法においても、国と地方公共団体は、小児がんの患者やその他のがん患者が必要な教育と適切な治療について、継続的かつ円滑に受け取ることができるよう、必要な環境整備や施策を講ずるものとされています。法改正を受け 現在、厚生労働省は第3期がん対策基本計画の策定を進めていますが、その中で、この綾世代の患者支援も新たな課題として対策が織り込まれております。国民の2人に1人ががんにかかる時代です。綾世代のがん患者は決して少なくなく、今後、支援を進めていく必要があると思います。そこで、この綾世代の患者支援について、 今後どう進めていくこととしているのかお伺いをいたします <laughs> 質問の第四は介護職の開発支援についてお聞きします高齢人口の増大に伴って介護食品の市場規模が急速に拡大しています民間の調査会社の予測では 柔らかい食品や流動食等の介護食の市場規模は、平成37年には2000億円規模に達する見込みであります。今後、さらに今の500円以上にも、500億円以上にも拡大すると予想されております。介護食品の用途は広く、介護が必要な人から、 アクティブ深夜と呼ばれる元気な高齢者まで利用者が幅広く存在します。また、柔らか食品からとれ目がついた食品まで数多くの種類があります。ただ、これまで一般に流通している介護食品には利用者に抵抗のある介護というこのネーミングの代わりにハツラツ食品やいきいき食品など商品名が名付けられてきました。 農林水産省が昨年11月にスマイル,マイルケア食という介護食品の柔らかさなどを表示する枠組みの運用を始めました。これは介護食品を赤、青、黄色の3色に分け噛むのが難しい人には黄色のマークをするなど高齢者の方などに何を基準に選べばよいか 分かりりやすくすすくるたために作られた制度であります本県では酵素の働きで、食材の見た目や風味そのままに舌で潰せるほどの柔らかさを実現した凍結顔真法による商品開発して、10年が経ちましたが、平成28年度の市場規模は、平成22年度の約20倍にも成長をしております。 大竹市には介護職を手がけて全国を巡っている企業があります。また、大阪商工会議所では、高齢者、高齢人口の増加する台湾市場へ参入する企業の支援を進めております。そこで本県でも今後拡大する国内外のシルバー市場ターゲットに、介護職員の開発に、 取り組もうとする企業支援していく必要があると考えますがご所見をお伺いいたします質問の第5はいじめ問題についてであります実は先日ニュースで9月1日は子どもの自殺が最も多くなると聞いてびっくりいたしました子どもたちの多くが 夏休みの明ける9月1日に学校へ行くことへの恐怖、これに耐えられず、自らの命を絶つと言います。私ども、喜び遺産で学校に通っていた者にとりましては、信じがたいことであります。今年7月には、広島市内の中学校でいじめが原因と見られ、自殺があったばかりです。本県では 平成26年3月にいじめ防止基本方針を策定して取り組んでおり、認知件数も平成27年度は1375件とピークであった前年度から減少するなど、効果は現れているようですが、それでもまだ年間1000件を超えるいじめが認知されております。こういうことを考えますと、重大事態が発生しないよう、 日頃から早期発見と対応に努めることに尽きると思います。さらに学校の対応だけでなく、教育委員会や保護者を交えて、適切な対応を図るとともに、学校、地域、PTA が連携し、一体となった取り組みが求められております。そのためにには学校はもう地域に出向き しっかりりりとと取り組むことが重要でありますそこでいじめ防止基本方針、いじめ防止基本方針策定以来、本件の取り組みについてどのように評価し、今後の取り組みにつなげていこうとしているのか、教育長のご所見をお伺いいたします質問の第6、最後でございますが。 大高晴海地区の商業施設用地についてお尋ねいたします。この問題につきましては、昨年6月の定例会でも質問したところですが、県が整備した商業施設用地のうち、4ヘクタールは平成7年の完成以来、いまだ分譲されていない状況にあります。前回の土木建築局長の答弁は、現時点では分譲の見込みが立っていない。 用途の見直しを含めて早期に文に取りり組むというものでありましたしたかし、あれから1年以上が経過し,たしましたが、何ら進展はありません。私は県が大竹市に働きかけを行い、製造業の立地が可能な工業用地など、用途計画を変更して、県内外の企業の受け皿をつくることが、大竹市の今後の発展にもつなぐことと。 考えます県内の沿岸部の産業団地では、まとまった土地がほとんど完売の状況にあるとお聞きしております。そこで、県はこの土地の商業施設用地としての見込みをどう考えておられるのか、また今後、用途の見直しなど、より一層のスピード感を持って対応していく必要があると考え 必要ががあると考えまますす所見をお伺いいたします <laughs> 以上で質問を終わりますが少々時間が残ってますのでちょっとこうやって傍聴すきますと今日は10人から20人ぐらい来てくれるのかなと思ったら数えられんぐらいの私の元同僚が来てくれておりまして本当にたれ楽しく思っているところでございます。 これからも県政発展のため、<laughs> 頑張ってまいりますの、ね、で、引き続きよろしくお願いをいたします。ご清聴誠にありがとうございました 当局の答弁を求めまず、持続可能な平和支援メカニズムの構築に向けた取り組みについてのご質問でございます。核兵器のない平和な国際社会の実現は、広島の使命であると認識しており、 本県では、国際平和拠点広島構想に基づき、その実現に向けて核兵器廃絶と復興平和構築のための取り組みを包括的に進めるとともに、それを推進するための持続可能な平和支援メカニズムの構築を目指しているところでございます。そのためには、広島のシンボル性を生かし、世界の人材、知識、情報、資金を集積し、結びつけ、 平和のための新たな活動が生まれる拠点となることが必要であるため、世界的な平和研究機関との連携による広島の平和研究機能の強化・集積、NGO などのグローバルネットワークの構築と海外平和拠点との連携、国連の新たな開発目標、SDGs への貢献を通じた企業や NGO などのさまざまな主体の連携の促進と、いわゆる CSR や BOP ビジネスの強化、 オンライン教育の活用によるグローバルな平和の担い手の育成、広島の国際平和の拠点性向上につながる事業推進主体としての新たなセンター機能の検討などについて、取り組みを進めているところでございます。とりわけ核兵器のない平和な国際社会に向けて、真に広島が国際平和拠点となり、その使命と役割を果たすためには、相当規模の資金が必要となりますが、 そのための費用を県民のみに求めることはできないことから、世界から人材や情報だけでなく、資金を集め、結びつけることにより、平和のための新たな活動が生み,出せる生み出される、持続可能な平和支援メカニズムを構築していく必要があると考えております。これまでカンンボジアややフィリピににおけける平和構築支援に向けたアジアイカ資金の獲得や 交付金の活用など、資金を確保した事例があるものの、現状では、特殊化や公益的な財団などに対して働きかけを行ってまいりましたが、資金の獲得に至っていないことから、その対策が大きな課題の一つであると認識しております。こののため今後は企業、NGO NPO、ななど世界から様々な主体の参画をを促しし共感と理解を獲得し 世界の人々の積極的な参加と、幅広く資金を獲得するための仕組みの導入や事業推進主体の検討、国際平和の実現に積極的に取り組む財団などへの一層の働きかけなどを進めてまいりたいと考えております。こうした取り組みを具体化することにより、自律的な手段を有する持続可能な平和支援メカニズムを構築し、核兵器のない平和な国際社会の実現に貢献できるよう取り組んでまいります。 <laughs> 次に、漁業におけるブランド化や販路確保等の取り組みについてのご質問でございます。漁業者が将来にわたって生活設計を描けるよう、所得の向上を図り、魅力的な水産業を確立するためには、水産資源の増大による漁獲量の増,大増加と合わせて、 生地旗などの重点魚種のブランド化や販路のの確保が重重要であると考えております重点魚種のブランド化におきましては、販売単価が高いこと、活業など鮮度が高い状態で取引ができること、料理店などからもニーズが高いことなど、市場や飲食関係者などからの意見も踏まえ、地域の核となりうる魚種を選定しております。 その上で市場価値を高めるため、鮮度保持の手法や、統一的なサイズの基準について検討を進めるとともに、漁業者自らも市場価値の高い大型の魚を提供できるよう、漁獲サイズの規制などに取り組んでいるところでございます。さらに呉市におけるオニオコゼや、の道市におけるキジハタなど、地域の中で漁業者と飲食関係者などが連携し、 県内外からの観光客に瀬戸内の地魚を安定的に提供できる体制を整え、ブランド力の強化を図っているところでございます。また、資源増大に対応した販路確保に向けて、県内の市場関係者と協議するとともに、直売所などにおいて、漁業者自らによる販売が行われ、生産から販売までが一体となった取り組みが進むよう、 を直接販売や共同共同収縮化に取り組む漁業者グループや漁協に対して販売施設等の整備を支援しているところでございます県といたしましてはこうした取り組みを推進しながら漁獲量の増加だけでなくブランド化や販路の確保を推進することで漁業者の所得向上につなげてまいりたいと考えております 次に、自主防災組織の組織力の強化に向けた取り組みについてでございます。災害発生時において、共助の要となる自主防災組織をより有効に機能させるためには、組織力の強化が不可欠であることから、防災リーダーの養成支援や、自主防災アドバイザーの養成、自主防災組織活性化プロジェクトの実施、 活活性性化化マニュアルのの作成などににによりり継続的に組織の活性化に努めておりますこうした中、平成27年度に自主防災組織実態調査を実施した結果、活性化している組織の割合が37%にとどまっていることに加え、活動ノウハウがない、防災リーダーがいないなど、組織ごとの個別課題が明確になったところでございます。 また、これまで実施してきた活性化の取り組みから、自主防災アドバイザーによるきめ細かい指導が有効であることも明らかとなったところでございます。このため、平成28年度から、組織ごとの課題に応じまして、市長と県で役割分担を行い、市長は活性化が比較的容易な組織に対し、活性化マニュアル,ュアルなどを活用した働きかけ、 県は活性化が困難と思われる組織に対し、自主防災アドバイザーの派遣による継続的な指導助言を行った結果、活性化率が48.6%に上昇しております。今後とも市長と連携した取り組みを積極的に行うことによりまして、県内すべての自主防災組織の活性化を進め、 みんなで減災、県民総ぐるみ運動が目指します、災害に強い広島県を実現してまいりたいと考えております。次に、がん検診受診率の目標達成に向けた取り組みについてでございます。本県におきましては、がん対策日本一の実現を目指し、がんで死亡する県民の減少を 第二次がん対策推進計画の全体目標に掲げまして、予防、検診、医療などの総合的な対策に取り組み、1年早く死亡率10%減少の数値目標を達成したところでございます。その中で、早期発見のためのがん検診受診率向上対策につきましては、検診対象者の意識段階を無関心期、関心期、 準備期に分け、それぞれの段階に応じた本県独自のさまざまな取り組みを進めてまいりました。その結果、無関心層に対するデーモン閣下を寄与した啓発キャンペーンにつきましては、認知度が8割を超えるなど、がん検診に対する関心の高まりには、一定の効果があったところではございますが、実際の受診行動には十分つながっておらず、 関心を持った層へ向けた個別受信鑑賞の強化が課題であると考えておりますこのため今年度から受診率向上の実績が確認できている大竹市の受信診券方式による個別受信鑑賞など効果の高い鑑賞方法を他の市町に波及させるべく導入支援を行っております また、県内すべての検診対象者へ受診機会が提供されるよう、これまで受診勧奨が十分に行き届いていないと考えられる職域の非扶養者に対しまして、昨年度から、協会憲法広島支部や市長と連携をして、個別受診勧奨を実施しております。 一方で、昨年度末、本県独自に実施いたしました、職域のがん検診実態調査におきまして、職域の,職域の被扶養者だけでなく、従業者自身も、がん検診の受診機会が十分に与え,て与えられていない実態が明らかになりました。今後、個別受診勧奨の強化に当たりましては、 受診機会が十分に与えて、すいません、受診機会が十分に与えられていない層、女性特有のがん検診の受診環境に不安を抱いている層など、課題ごとに対象をさらに細かく分類し、それぞれに応じた対策を実施する必要があると考えております。引き続き、がん検診受診率50%の目標達成に向け、市長、医療保険者、 民間企業など、関係者の協力連携体制の構築に向けまして、県がリーダーシップを発揮するとともに、新たな仕組みの導入など、さまざまな視点から効果的な対策を検討し、県民総ぐるみとなって取り組んでまいります。 農林水産局長上中高君農林水産業の振興について3点お答えいたします。まず、広島の森づくり事業についてでございますが、広島の森づくり事業につきましては、今年度から 小規模な林業経営者や自主的に活動する森林保全団体など、森林を活用しながら整備を行う人や団体を新たな森の守り手として育成することとしたところでございます。この守り手を育成を進めるためには、林業活動に必要となる器具や技術、木材などを販売するルートの確保、 新人資源の状況や作業技術、就業形態などを踏まえた収支モデルの構築、新たに地区外から参入する際に必要となる住居や副業などの生活設計や活動場所の確保など、取り組みごとに異なる問題の解決が必要であると考えております。このため、現段階で取り組みを希望している5市長の団体と、初期投資や収支モデルの構築など、 それぞれぞが抱えるる問題の解決に向けてて検討を進めていいところでございます今後とも市長や関係者と連携し、新たな森の守り手による手入れ不足の森林の解消に向けた森林整備が行われるよう取り組んでまいります。次に、女性農業者の育成に向けた取り組みについてお答えいたします。人口減少が進む中 農業が持続的に成長を続けるためには、女性の参画が不可欠であり、また多様な消費者ニーズに対応する女性ならではの視点も重要であると考えており、近年では本県におきましても、トーマトやほうれん草などの野菜産地において、女性が経営者として活躍している事例や、新商品開発を行っている事例が生まれてきております。このような中本県では 経営力の高い担い手を育成するために、広島農業経営者学校を開設しておりますが、未だ女性の参加率は1割程度と少なく、さらに女性が働くための労働環境の整備につきましても、他産業と比較して農業分野においては不十分であると考えております。このため、女性の農業経営者の育成に向けては、経営スキルの習得を図るため、広島農業経営者学校への参加について、 地域で活躍している女性農業者に対する呼びかけを強化するとともに、専門家の派遣による経営者の意識醸成を図ることにより、女性が働きやすい環境づくりに取り組む必要があると考えております。こうした取り組みをより一層推進することにより、地域農業の振興を担う次世代のリーダーとなりうる女性農業者の育成を図ってまいります。次に、 県西部地域ににおおける稚魚の放流についいてお答えいたします水産,資源の水産資源の増大対策につきましては、定着性が強く、放流効果が期待できるガザミ、オニオコゼ、カサゴ、キジハタの重点魚種の集中放流と、漁業者自らによる徹底した資源管理に加え、稚魚の育成の場となる藻場など、 漁場環境の整備を一体的に取り込むこととが重要であると考えておりますこのため、昨年度は県東部海域において、ガザミとカサゴの集中放流などの取り組みを開始したところでございます。また、今年度からは、県中西部海域において、オニオコゼ10万尾とキジハタロク0 0尾を集中放流するとともに、漁業者による漁獲サイズの自主規制など、資源管理の取り組みを開始したところでございます。 さらに今年度は呉市におけるモアバ造成の取り組みを支援するとともに、来年度から平成33年度まで、県自ら8ヘクタールの造成を進めてまいりたいと考えております。今後、これらの取り組みの効果を検証し、県中西部海域において、ガザミ、カサゴの集中放流にも着手するなど、水産資源の増大を図ってまいりたいと考えております。 土木建築局長、三上幸三君。ドローンなどを活用した公共土木施設の維持管理についてお答え申し上げます。公共土木施設を適切に維持管理していくためには、補修工事のコスト縮減のみならず、 効果的かつ効率的な施設点検を行うために、点検診断にかかる技術を向上させることが非常に有効であると考えております。そのため、本県独自の取り組みとして、広島県長寿命化技術活用制度のもと、ドローンを活用した点検技術等の交渉実験を行うなど、実用化に向けた開発を促進しているところでございます。また、国におきましても、 ドローンなどを活用した点検技術の実用化に向けた研究開発を進められているところであり、市、町に対して、新技術の情報提供や、点検業務の効率化に関する助言などに努めているところです。今後とも、ドローンなどの新技術の活用、導入を図り、効率的かつ効果的な施設点検を進め、県内の公共土木施設の適切な維持管理に努めてまいります。 続きまして、大竹港晴海地区の商業施設用地についてお答え申し上げます。大竹港晴海地区の商業施設用地につきましては、昨年9月に商業施設が新たに開業するなど、平成7年の竣工以降、合計で4.3ヘクタールの分譲を行ったところでございます。残りの約4ヘクタールにつきましては、今年度に入りまして、 商業施設用地としての可能性を改めて確認するため、デベロッパーなどへのヒアリングを行いましたが、現時点では具体的なニーズは確認できておりません。このため、県といたしましては、大竹市がこの地区を臨海公園や既存の商業施設と一体的なにぎわいを生み出す地区と位置づけていることを踏まえ、現在、関心の高いと思われる個別企業を訪問し、 商業施設以外の企業ニーズの把握を行っております。また、市と連携し、具体的な企業を想定した誘致戦略の検討を開始したところでございます。今後、商業施設用地の分譲の可能性や、商業施設以外の企業ニーズを見極めた上で、用途変更も視野に入れて、県と市の検討体制を一層強化し、スピード感を持って取り組んでまいります。 健康福祉局長、菊秀樹君早世代のがん患者支援について健康福祉局長、健康福祉局と教育委員会にわたるお尋ねでございますが、私が代表してご答弁いたします。 親世代のがん患者は他の世代に比べ患者数が少なく、疾患構成が多様であり、小児がんのフォローアップ症例も含まれること、ライフステージによって就学、就労、妊娠等の課題が異なり、個々の状況に応じた多様なニーズが存在することなどから特有の対策が必要となっており、国の時期計画案におきましても新たな課題とされております。このため、小児がん治療後のフォローアップにつきましては、これまで中国、四国、地方唯一の小児がん拠点病院の 広島大学病院を中心に、小児がん治療後の早世代への診療体制を構築しており、小児科と成人診療科の連携を強化しているところでございます。入院中、療養中の高校生への支援につきましては、現在は在籍校の担任が病院等を訪問し、本人や保護者の相談に対応しているところであり、さらに高校生の進路の実現に必要な支援を行えるよう、教育委員会において先進圏の状況を参考にしながら検討しているところでございます。 就労への支援につきましては、がん診療連携拠点病院の相談支援センターと連携し、晩期合併症等により、就職が困難な方々の相談支援ニーズの洗い出しを行い、関係機関と対応を協議することとしております。妊娠への支援につきましては、現在、県立広島病院が中心となって、がん患者の生殖機能温存への取り組みを始めており、他のがん診療連携拠点病院との連携強化を図ることで、必要な支援を受けることのできる体制を構築してまいります。 今後とも若くしてがんと戦うこととなった、あや世代の患者やご家族の方の思いをしっかりと受け止め、支援に取り組んでまいります。商工労働局長崎康君 介護職の開発支援についてお答えいたします。我が国の65歳以上の高齢者人口は、10年後には現在の4人に1人から3人に1人の割合となり、まもなく超高齢化社会が到来する見通しとなっております。国の試算によれば、要介護認定者数ベースでの介護食品の潜在的なニーズは約3兆円に上るとされており、高齢化社会の進展に伴い、その市場規模は 今後もも拡大するものと考えておりますまた、民間のアンケート調査では、介護食品に求めるものとして、価格の安さだけではなく、スーパーやコンビニでの販売、見た目の良さや味のおいしさ、メニューのバリエーションが上位となっており、消費者のニーズの多様化に対応した商品の付加価値化も重要になってまいります。さらに 国内にとどまらず、アジア諸国におきましても、急速に高齢化が進み、海外への市場が拡大するなど、先行的な販路開拓に取り組む必要があり、昨年度は、中国四川省で実施した見本市におきまして、凍結眼振技術を採用した介護職のマーケティングを行い、県内企業の市場参入に向けた取り組みの支援を行ったところでございます。県といたしましては、 介護職員をはじめとした高齢化社会に対応する新たなビジネスの創出に見込みはあると考えており、今後とも専門家のチームによる商品開発やブランディング、国内外におけるマーケティングや販路開拓などの支援によりまして、新たな成長市場にチャレンジする県内企業を後押ししてまいりたいと考えております。 危機管理官土井司君防災士資格の取得に向けた支援の拡充についてお答えします。地域の防災力を向上させるためには自主防災組織において防災士などの 防防災災に関すすするる専門的知識識や技能を有する防災リーダーダのの存在が欠かせないものと認識しておりますこのため、県では平成21年度からの5年間で、広島防災リーダーを約300名要請し、平成27年度からは、すべての自主防災組織に複数の防災リーダーが置かれるよう、市長による防災リーダーの要請に財政的な支援を行っているところでございます。 この支援制度を利用し各市長において独自の研修や防災士制度の活用などにより平成27-28年度の2か年で約700名の防災リーダーが要請されております。なお各市長が広島市や福山市のように自ら防災士要請研修を実施する場合は講師となる専門家の確保や 受講者100名以上の募集計画の作成などの条件を満たすことが、日本防災士機構から求められることから、市長からの要望に応じ、研修の実施に向けた支援についても行ってまいりたいと考えております。 いいいじめ問題についてお答えをいたします学校は児童・生徒が安全で安心して通え、夢や希望を持って自主的・自発的に活動し、自己実現できる場でなければならないと認識しており、 そううししたた学校づくりが推進されるよう指導してきたところでございます県内すべての学校におきまして、学校いじめ防止基本方針が策定されるとともに、校内にいじめ防止委員会等が設置され、校長のリーダーシップのもと、いじめ防止等のための組織的な取り組みが進められており、一定の成果が現れてきているところでございます。具体的な取り組みの例といたしましては、 生徒会が主体となって、いじめの加害者役や被害者役、はやしてる監修役、見て見ぬふりをする傍観者役を演じた DVD を作成し、いじめの構造や防止および解決策などについて、すべての生徒が正しく理解する取り組みがございます。また、地域の方々も参加していただいている学校評議委員会等におき,おきまして、 積極的にいじめをはじめとする生徒指導上の諸問題の状況等を報告し、解決に向けての助言をいただいている取り組みもございます。県教育委員会といたしましては、こうした取り組みについて、生徒指導主事研修や、生徒指導フォーラムなどの研修を通して、全県に広め、学校が地域と一体となって、解決に向けた取り組みを推進するよう、各学校、 各市町教育委員会を指導してまいります明日も引き続いて質問を行います明日は午前10時30分から会議を開きます